2015年のエイプリルフールに追加された 15W14A というバージョンでは、体力と満腹度がなくなり、代わりにラブメーターというものが追加されています。このメーターはモブをひたすら左クリックしたり、ダメージを受けたりすることで増やせます。このメーターを8行分集めると、なんと隠されたゲームを遊ぶことができるんです。マイクラ内で別のゲームができるのか。しかしラブメーターを貯めるのは大変で、ダメージを受け続けられるなら楽で放置してもなかなか貯まりません。じゃあどうやって貯めるんだよ。クリーパーを一つのマスに大量に置いて、その中に飛び込めば爆速で貯まります。一瞬で7行近く貯まりましたね。そうして8行貯めると、はい、これが隠しゲームのマインスクリーパーです。突然始まるんだな。全体図はこんな感じです。クラフトのとこが塗り替えられてる。で、これはどういうゲームなんだ？ただのマインスイーパーです。マインスイーパーなのこれ？マインスイーパーは簡単に言うと、地雷を取り除くゲームです。昔からあるゲームだよな。左クリックでマスを開けることができて、右クリックでは看板が置けます。地雷を踏み抜くと、クリーパーが出てきて最初からになります。なんか笑ってる奴がいる。マインスクリーパーの画面を出すまでの RTA も行われているようです。